で、えー、それは本当にそう思うんですよ。お金をいつどのくらいの利息をつけて返すかっていうことなんですけども、返して誠意というか誠実というか当たり前なんですよね。でもっと言ったら、じゃあ10日後に期日ですってものを7日目に返したら信用がちょっと貯まるんじゃないかなと思うんですよ。だから期日ギリギリじゃなくて早めに返すこととか、本当は金利は1000円というふうに言われたんだけども3000円本当はありがたい。 と思ったんで 3, 円つけてててて返しまますすよっっっいいううのでで信用って溜まっていくんんじゃないかなかと思うんですよ当たり前のことを当たり前にしていてもまあ培えない信用っていうのがありますんで当たり前以上の当たり前で返すってことですかね、うんまあ、でもそういう意味で言うとね吉田さんとかはずっと借金を返すという誠実をずっと履行してきたとそれからお支払いいただくお客様にもしっかりとサポートをする約束をしてきてでそれをやり続けてるんでねあすごいなと思いますよね。 で、まあ、コンテンツ販売ってものを、誰よりもしっかりとされてきたんじゃないかなと思います。まあ、私はね、あの、コンテンツ販売が終わって、その次の投資っていう世界に入ろうかと思った。これはまあ、年齢のこともあるんですよ。要は、50からはいつも商品を作ったりとか、集客してセールスっていうよりも、あの、投資によってね、自分が誰も集客しなくても、誰のサポートもしなくても、その、行動を起こす時だけお金になるみたいなね。まあ、そういうふうな、より高い、 リスクとより高いベネフィットの世界に来たのかなというふうに思いますし結局はどっかで投資をね攻略しないとこれからの人生ないなと思ったんでね吉田さんも多分もう投資を始めると思いますけども、うん、あの FX のね私の講義またあのドリームアカビリアン用に作って送りますんでよろしくお願いしますで兵頭和孝さんの兵頭会長の名言なんですけども 私はねあの命は一つしかないから大切に使えっていうふうに言うって言葉がそうだなと思ったのが命を大切にするがゆえに倉庫にしまっておいて大切にするっていうことじゃないと思うんですよ命は大切な時のために使えってことだと思うんですよね要するに自分の命ってもう切り札じゃないですかで勝負をする時って最初っから切り札を使った方がいいわけですよだから全部ドーンとベッドするわけですよねそうすると向こうは大したベッドしてこないんで大体勝てると思うんですよ 北斗の件で言ったら最初からねあの百裂券出したりとか無双転生を出してもう最初の一コマでキレをつけた方がいいわけですよでもやっぱり読者を引き伸ばしたりとか発行部数を高めたりとか何か面白くさせるためにわざとピンチになってみたりねわざとなんかねライバルが出てきたりとか裏切りがあったりとかってやるわけじゃないですかでもビジネスっていうのはお客様の方も販売者側の方も早く結果が出た方がいいですよね 売る方としては早く売れた方がいいし買う方としては早く理想通りの,あの自分の人生になった方がいい悩みが解決できた方がいいんで最初っから一番いいやつね、えー、それで切り込んでいったらどうかなと思うんですよね、まあ、そういった意味で命は大切なところに使えっていう解釈を私はしましたけどもね裸の大将はね、うん、いいですね塚地さんがリメイク版出されてましたけどもやっぱり元祖山下清の「おにぎりコロコロ」が私は好きですね やっぱこうう私の母がね見ていたのをちょっとちらっと見て好きになったところがありますけども「は、う、た、ん、の大将ね」ねああいう時代はもう来ないんでしょうね。はい、じゃあお疲れ様です